はい、どうも、イゾログです。オープニングの喋りを忘れてまして、ナレーションから入りました。で、これはですね、この間の動画のラストで、落とした屋根ですね。落として終わって、落とした屋根も、これもやっぱり解体をせねばならんので、それを、淡々とやる、淡々として、淡々という動画を撮ったというつまらない動画ですね。その動画をどうやって楽しくするかって考えた末に、ナレーションを入れるという感じにしました。で、実は僕が持ってるこのレノボ G500 なんですけど、これマイクがあったんですよ。なんでこれ吹き込みができるっていうことを、買って7年目に気づきまして、それを気づけたことが嬉しくて、パワーディレクターでやってます。でも元々8、これ8ギガなんで、8ギガでも動画編集きついんだなって思いながら、やってます。で、これ動画編集してる最中でも、あれなんですよ。音声遅れてくるからきついなって感じ。で、これ倍速もいい。8倍速かな。これでやってます。現実、8倍速でリフォームも進んだら、多分、3日後、4日後には絶対オープンしてるんですけど、無理っすね。はい。というわけで、バラシの、この退屈な動画をどうやって面白くするかです。ブラック企業ですり減ったとかね、何かしら心が辛いっていう人が来てほしいです。俺ももともとそうだったし、今じゃすごい有名になっちゃったけど、和歌山にですね、本書いた山奥ニートっていう人がいて、そこに共生舎っていうとこがあって、そこに僕3回行ってるんですよね。だから結構 病んだやつかもしれません。それはちょっと失礼だと思うんですよ、共生舎にね。でもやっぱりそういうところがいいなって思ったし、やっぱり3回、2回、3回行って確かめたけど、やっぱ違うなっていう感じなんで、やっぱり自分のテイストで、やっぱりあそこにもいたかったけども、やっぱり自分、人が溢れててダメで、やっぱり自分で作るべきだなと思って、この外ごもりプレイス作ってます。で、外ごもりプレイスの原点として、外ごもり名人っていう人がいて、違う、引きこもり名人かっていう人がね、ツイッターだっけな、フェイスブックだっけな、どっちかでいて、それでその人に実際に会ったのがきっかけで、引きこもりよりも外ごもりの方がすごいレベル高えよっていうことを言われて、やっぱりそういう場所を自分も欲しかったから自分作ろうって思ったのがきっかけですね。ああ、ようやく屋根のトタンが剥がし終わったんで、えっちらおっちら釘を抜いて木をばらしていこうかなって思います。引きこもってばっかりいても、気を揉むだけで病んじゃうよね やっぱり。だから僕が、俺自身もそんなにね、自立ができてるわけじゃないけど、やっぱりこうやって何かを誰かにね、提供しようってすることは自立だみたいなことは言われてるから、あとは自分が会社勤めはできないから、こういうことをしていくしかねえなって思ってて、僕もこのナレーションを吹き込んでる時点で38なんですよ。だから、もう40っていうことは人生折り返しでしょ？で、四国のお坊さんのところに転がり込んだ時も、何年前だっけな、5年前だったっけな、6年前かな。
体が動くのは、まあ、あと20年だよねって言われたのが結構刺さってますよね。で、実際、20代の時と比べて、高速を寝ないで運転できるわけでもないし、やっぱり疲れやすくなってるから、で、それとあとは、どう生きるか、どう働くかっていうところで、やっぱり会社勤めは俺嫌なんよ。単純に人に指図されるの嫌いだからさ。だからやっぱり自分にとっての合理的な世界を作ろうとか作りてえとか思ってたやつなんで、まあ、それの権化かな。なんだ権化って。まあ、それを体現、口だけで言うと口だけのやつで終わるから、まあ、体現して、ぼちぼち行こうかなって感じです。まあ、外ごもりプレイスは季節労働を主にやってる人たちが集まったり、引きこもりの人が、そういう生き方もあるんだなっていう影響を与え合える場になれば、まあいいかなって思って作ってます。はい、イドラフです。今日は4月3日午後ですね。ちょっと昼飯食って、まあ地道に釘抜いてますね。だいたい一番最後の屋根の、トタン取っ払って、そのトタンがバラし終わった感じです。で、まあ一応ここまだまだ明日水道屋が来るんで、これを引き続きバラしていきます。はい、イーズログです。ようやく、倒壊していた風除室解体が終了してます。こんな感じですね。はい。花粉が激しくて、花粉激しい？花粉がすごくて、作業がもうほぼできない状態だったんですけど、明日には水道屋が来て、水道が治るんで、希望が、ね、約半年かな、これを。この家を、2020年7月30日に買ってから、1年経ち、水道管破裂を見つけ、預金が30万を切って、出稼ぎに行き、そして今帰ってきました。やっぱり、なんて言うんだろうね。早く、ここは何だろう。もともとはもうこの風除室自体が、あれ、タンカーのカーポートにする予定だったんだけど、それを早くせえよ、みたいな感じで、白髪が、雪が、落としてくれたらしいね。余計だよね。なので、まあ、公衆トイレにうんこしたい時に駆け込む生活が終わり、自分の家で用足して風呂入ってシャワー浴びれるっていう人並みの生活に戻れると思います。人並みの生活をするのに1年と8ヶ月を要してるって結構どうなのって話だけどね。人並みの幸せって結構遠いようです。はい、俺にとっては。 なので明日は、見えないか。これ。ここら辺ね。この穴2つ、塞がないとすごい寒いよ、家の中が。だからこれ、塞いで、残りのこれも撤去します。で、撤去して開いた穴はシリコンで、やります。あと何や直したりいろいろいっぱいやるんだけど、とりあえずは、こまごま細々やります。ではでは。はい。まあ、こんな感じで、やってます。まあ、2年間ですね。2020年に買ってから、まあ、自分の家で用を足せると、風呂入れるまでかなりかかりました。38でもそんな生活からやっと抜け出しました。バイバイ。